はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ナス兄さんでございます。本日お邪魔したのは岩手県は奥州市伊沢小山にあるラーメンともちゃんに行ってまいりました。はい、すごく周りは田んぼしかありません。残念。しかしそんな田舎にもね、はい、すごく美味しいラーメン屋があるとリスナーさんから言われまして、じゃあ行ってみようかなと思いまして行ってまいりました。ラーメンともちゃん、これがまたうまい。このスープ、自分が頼んだのは辛味噌ラーメン、辛味噌チャーシュー麺味噌味です。はい、そしてこのスープがね、はい、激辛にかと思われたらば、なんとピリ辛の優しい辛さでね、南蛮の辛さで、ナス兄さんこれまた大好きな味でございます。スープはさっぱりとした豚骨仕立てでできておりまして、はい、そこにピリッと辛い南蛮が入りましてね、ほんとコクのある味噌が効いてて、すごく美味しいスープで仕上がってました。麺はね、細麺の縮れ麺、これもね、またね、ラーメンがね、細麺なんだけどね、この辛味のスープがね、絡むで美味しい美味しい。このラーメン、ほんと麺が止まらなくてね、はい、いつの間にか麺をむしゃむしゃ食べてたら、なんと麺だけ食べて最後には具が残るという始末。はい、とても美味しかったと思われます。ってな感じでね、変なナレーションしてしまいました、すいません。はい、で今日はね、ともちゃん行ってきましたけど、あれですよ、皆さんこれラーメンあるある、ここでね一つ教えときたいことがありまして、俺タバコ結構吸うんですよ。はい、1日1箱ぐらい吸うんですけど、結構なヘビースモーカーだと思われます。はい、また釣りの時とかもね結構タバコ吸うんで、はい、ポケットにはちゃんと携帯灰皿持って歩いてますけどね、いつもね。はい、でね、それでタバコ吸うのかあれかわかんないですけど、ラーメンってさ、皆さんこういう経験したことないですか？ラーメン食べるときに吸ったときにむせるってね、これね、カップラーメンもそうだと思いますけど、すすったときにむせる人、これ必見です。はい、なんと、なぜナス兄さんはラーメンを食べるときにスープから飲むかですよ。これですよ。はい、スープを飲めばラーメンすすってもむせません。これマジです。はい、これね、やっぱね、それやってからね、全然むせることなくね、食べれるようになったんでね、皆さんむせる人はね、スープ飲んでからラーメン食べてみてください。はい、本当にね、全然むせなくなると思いますんで、俺はこれね、テレビかなんかでね見てからね、ずっと、やってますけど、ほんとむせません。はい、むせる人はまずラーメンのスープを飲んでから食べましょう。はい、そうするとむせなくなると思います。はい、それでね、今日はともちゃんって言ったら見てください、このラーメンね、ほんと麺がね、スープからね、めちゃめちゃうまくてね、むしゃ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 食べてればね、最後チャーシュー2枚とメンマとかネギとかね、麺がなくなってね、このありさまですよ。なんならね、麺とね、チャーシューとね、ネギをね一緒に食べたかったですけどね、なんかすごくね、寝起きで朝ごはんかわかんないですけどね、ほんと美味しくてね、ラーメンずぶずる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 麺ばっかり食べてたらね、いつの間にかね麺がなくなってました。いや、しかしほんとこのラーメン美味しかったですよ。ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ちょっと田舎まで散歩しに行ってきました。伊沢、奥州市は伊沢の、あのね、前にやったね、あのアジサイってラーメン屋さんのね、ちょこっと行ったところにありますラーメンともちゃん、はい、ここは隠れたいいお店ですよ。はい、美味しくてね、むしゃむしゃラーメンね、細麺だったんでね、麺うまいなと思って食べてたっけね、いつの間にか麺なくなってました。はい今回はノーカットで、はい、5分なんで、はい、そんな感じでごちそうさまでした。はい、今から水沢キャバ行ってきます。美味しそうだなと思ったらばチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは競馬行ってきます。